私は7年前に誘拐された詐欺沢エリカです。犯人の名はレイブン。これに対し政府は身代金の支払いを拒否。国に見捨てられた子供。この国は国民の命よりもテロとの戦いに勝つことを優先したわけですね。1リットルの液体が気化すると50万人分の致死量となります。レイブンの標的は50万人の日本人たち。このことを直ちに現場の捜査員全員に伝えてください。こんな風に自分の命を粗末にしてはいけない。たとえ裁かれる身であってもあなたは最後の時まで生きるべきです。いや、生きてください。右京さん！相棒劇場版4